始まりました。三つ葉先生、始まりました。いいよ。じゃあ、自己紹介いきますか。はい。じゃあ、サランちゃん、愛ちゃんから。私から。はい。はい。初めまして。初めましてね。サランです。歌手目指して頑張ってます。よろしくお願いします。拍手。で次はい、レイコ、みんなからはレイコハンって呼ばれてます。レイコハンって呼んでください。普通の女子大学生です。長崎から来ました。お願いいたします。お願いします。イエイ。そして最後に私で、はい、はい、モデルタレントやっています。あかりと申します。現在25歳です、よろしくお願いします。かわいい。かわいい。はい、始まりましたね。はい、実は、レイコさんと会うのはね、私たちは初対面なんです、初めてなんですよね。初めてなんで す。よろしくお願いします。で、こっちもあれだよね、サランちゃんと初めてだよね。で、私たちは1回面識あるんだよね、はい、っていう感じなんですけれどもさあ、ね、ない、これぎこちのなさそう、ね、はい、ぎこちないね。いい、まあ、でも初めてだから許してくれると思います。バレンタイン特集ですね、はい。何かバレンタインの思い出ありますか？もう早速、はい、早速行きたいと思います。じゃあサランちゃんから。私からですか？私は基本友チョコをよく作って友達に渡してました。どういう一番お気に入りはフォンダショコラって知ってますか？知ってる。フォンダショコラって美味しいね。そう、チョコの焼き菓子なんですけど、中のチョコレートが溶けてるんですよ、ちょっとだけ。すごい美味しくて、あれが大好きです。で、あれをよく作るの？そうなんです、あれ作って渡して、自分の分もちゃっかり作って食べます。いいね。質問いいですか？はい、フォンダショコラみたいなのって言えてない、はい、フォンダショコラっていうのはその中のチョコが溶けてるって、はい、そのチョコがもし固まったら普通のチョコケーキってことですか？あ、そうです。そうなんですけど、固まらないようになんか生クリーム混ぜたりとかなんかしてるので、あ、もうすごい手間かけて、はい、うわ、もう偉い。すごい。何ケーキの名前言える？はい、もう一回。フォンダショコラ。フォンダショコラ。めっちゃごまかしてるよね。ごまかしてる。正解は？フォンダショコラです。フォンダショコラ。フォンダショコラ。言えた。よかった。じゃあレコちゃんは？私ですね、中学校の時にちょっとある一つエピソードがありまして、いいですか？はい、いいよ。手短に話しますね。あ、いいよ、時間たっぷりあるから。普通に話して。自分当時女子校に通ってて、そんなだ、男の子との絡みも全然ないし、でも同じ塾に通ってた一人をすごい好きだった男の子がいて、この子がすごいなんか弟っぽいんですよ。同じ、そうそう、かわいい。そう、もうなんか超弱いんすよ。自分弱いというと強い系、なんかこう意地っ張りなところとかあるから。でもこの子はなんかすごいなんかごめんなさいごめんなさいみたいな。でもなんかそこがいじめてない、大丈夫？違う、大丈夫、違う。裏でなんかゴフってやってなかった。私がむしろいじめから救ってた。ああ、そうなんですか。優しい、すごい。そういう強い系の女の子だったんですよ。そうで、でもこの子が本当に好きだったから、ある日どうした塾終わって、この子呼び出して てめ来いよって言って、どこ行こうよって、てめ来いよって、てめ来いよ。それはまずいな。カツアゲされるのかな。そうだね、行きたくないね。でいつも通り怯えながらはいとか言って、いつも通り来て、でなんかうちさって あんたのこと好きなんだよ。本当にこんな感じでしたわ。もう本当にこんな感じ、本当にこんな感じ。中学校2年生の時中に。これ告白？うん、そうですよ。告白固く、そうそう、うちお前のこと好きなんだよって、だから付き合ってって言ったけど、まあ当然振られるじゃないですか。まあこの感じで来られたらね。そう、でその当時花より団子、花団がすごいドラマで流行ってたから、花壇で流れてた大塚愛のプラネタリウムを聞きながら、涙流しながら帰りました。あ、いいよってね。悲しい、切ないね。でバレンタインデーの思い出。その後は何の進展とかはなかったの？一切、むしろめっちゃ避けられる。
悲しい。その時はこの告白するじゃんの時にこのケーキとかはあげたの、なんかチョコとか。それが、うん、自分はチョコあげませんでした。あ、あ、肩組んで、うん、こうだよって肩にかけて、うん、で終わり。言葉だけ。なるほど。言葉という名のチョコあげました。かっこいい。かっこいい。他にはなんかいっぱい掘り出したら出てきそうだよ、いっぱいありそう。一応ね、まず最初みんな、うん、皆さん聞きましょう。それからしましょう。なるほどね。私ですか。姉さん、姉さん、そうですね。私はなんだろう、バレンタインとかこのイベントごと、うん、っていうか疎くて、はい、で、ま、自分から何かするってことがないんだけれども、うん、一度19歳ぐらいの時かな。そう手作りの猫のクッキーを男の子からいただいて、でそれのお返しでなんか作ったかな、犬のクッキーを返したんですか。何したか覚えてないだけどなんかとか、あとはなんかもらってからのお返しとかはちゃんと作ってる、そこは大丈夫、ちゃんと作ってる、うん、生チョコケーキとかね。生チョコケーキ欲しい。さっきのフォンダケーキになってるよ。フォンダショコラです。フォンダショコラと。フォンダショコラ。フォンダショコラと生チョコケーキ。生チョコケーキ。生チョコケーキは。生チョコケーキ普通に、まあ板チョコでも何でもいいけどチョコ買ってくるじゃん。うん、で、まあ砕いて、うん、湯煎で溶かして、うん、で生クリームとか、生クリームまず温めるじゃん。温めて、はい、沸騰しない程度に温めて、はい、でその熱でこのチョコレート砕いたチョコを溶かすんだよね。で混ぜて。熱このお湯にかけて混ぜて、うん、であったかくなりました。そしたら次は今度冷やして、うん、氷水下にこうやってやって、うんうん、冷やして、でこの作業を何回も繰り返すわけ。そしたらそれを繰り返したら繰り返しただけ滑らかになるわけ。で完成、あの冷蔵庫に入れて、ね、納豆みたい。え、なんかちょっとそれ冷凍しないでほしい。なんか美味しくなさそうだよね。どうした、なんで納豆になった納豆を何回も何回もほら混ぜたら美味しくなるじゃないですか。まあね、そう、ネギ入れたり生姜入れたりね、うん、あるある。その工程が納豆みたい。そうだね、納豆だね。納豆と一緒ってことにしましょう。ごめんなさいみたいな感じでちゃんとお返しはしっかりしてました。本命のチョコとかないんだよね、うん、本命がないです。あります。そう、うんうん、あ、ないっすね。あれ、あ、自分もな、うん、なんかバレンタインデーにチョコあげて告白してっていうのはないですよね、あんまり、うんうん、だってチョコあげないで告白したからね。肩組んでね。それってさ、でもレアだよね、そういうことする人いないよね。いないいない、うんうん、なんかずっと本当に女子校で育ってきたんで、うん、なんか女子校っていう2つに分かれるんですよ、うん、すっごい、うん、まあ、こんなサランちゃんみたいな、なんかもうふわふわふわって若系お嬢様系に育っていく人か、あるいは自分みたいな、うんうん、なんかもう女の子ばっかりだから逆にちょっと男の子っぽいなんかリーダー格的な人もある。なんかスポーツマンシップみたいな感じで結構サバサバした感じ。そう、うん、自分はそっちだったんですよ。そうだからなんだろう、ちょっと弱い系の男子とか、うん、見るともう燃えてしまう。でもさ、弱い系ってめっちゃ失礼だよね。あ、これ過去の話ですかね。あくまでも過去の話です。今は？今は全然違う。今のタイプは？え、待って、うん、ま、この間も、うん、この間もこれ違うあの時に話したので、うんうん、また軽く、はい、面白い人。面白い人。わっさり。面白い人。でもさ、レイコちゃん以上に面白いって結構なクオリティだよね。ちょっとハードル高い。自分より面白い人。うん、あ、なかなか難しいね。はい、芸人さんとか。ああ。芸人さん、なんか好みの芸人さんとかいるの？いないです。あれ、そこは作ろう。そこは作ろう。いないの？死んでもいない。いない。いない、いない、全然いない。じゃあエグザイルと付き合いたい。え、全員とですか？エグザイルの中の面白い人と付き合いたい。うん、あ、そう。じゃあエグザイルの中で言うと誰が好きなの？アキラ。アキラさん。まあ、アキラさんに多分アピールしてましたね。見てないでしょ、これはさすがに。じゃあ、サランちゃんは？私は、うん、K-POP めっちゃ好きなんですよ。うん、K-POP で韓国の、うん、防弾少年団っていうグループの、うん、V 君。V 君、うん、
本名知ってる？わかんないです、うん、テヒョンくんって言うんですけど、うんうん、がめっちゃ大好きで、はあ、見たい、もうめっちゃなんかかっこいいですかっこよかったね、かっこいいんですけど、そうそう、なんか可愛らしい感じなんですけど、やっぱ韓国だから色白でなんか清潔感あってみたいなね、うんうん、あ、すごい爽やかな感じ、ちょっとワイルドなとこもなんかあったりはして、そうなんですよ、声がめっちゃ低くて男らしくて、そのギャップやばそう、ギャップやばい、何これ何これなんか来た、何これやばい、なんか降臨したね、大丈夫、来ました来ました、いや男の子の映画賞みたいなんか待ってお腹痛い男の子のそういうギャップたまんないですよね、やばいですよね、可愛い顔して声が低いみたいな、もうやばいね、なんかさ何でも好きそうだね何でもありでしょまたまたあれ程度面白くて、待って待って待って太ってる人やだバッサリいつも餃子なんだね、うん、太ってる人嫌、自分より太ってる人が嫌ってこと、それともう、あ、大体何キロがとか、私だったら付き合う人でさすがに自分より細い人は嫌だわけああみたいな感じで、だってこの世にこれより細い人がいるよ、いっぱいいるよいるよ、私今太ったからね、6キロ太ったんですよ、6キロ本当に本当に、はあ、なんか大体どれぐらいの身長でどれぐらいの体重でとかもあるの、あの芸能人で言うと、うんうん、泉谷しげるぐらいまでだったら許せる泉谷しげる、でもタイプは伊藤秀明みたいな、あーはいはいはい、あでもあ分かった、ワイルドな人が好きなんだね、そうね、そうだね、エグザイルもそうだし、う伊藤秀明さんもね、ある程度鍛えてたりとかしたらって感じですか、そうです、うん、ちょっとマッチョが、サーンちゃんあのなんだっけ、何 V 君、はい、もう細マッチョだよね、はい、うん、韓国の人って細マッチョが多いんですか、そうなんですよ、基本鍛えてて、ね、兵役とかあるじゃないですか、あ長編に行くために鍛えてたりとか、うんうん、なんで結構みんなしっかりしてますよ、しっかりしてて、あと背も高いので、最高、もうめっちゃ最高です、で声が低い、そうなんですよ、声低い人が好き、うん、あ好き、愛してるよってもうやばいついていくなりません、わかんない、あでも一応2人は声低い人が好きなのかな、うん、あかりさんはどうなんですか、私わかんない、なんか声フェチではあるんだけど、はい、なんだろう、この声がいい、低いのがいいとかじゃなくて、あなんかこの人の声いいなみたいなってない、あいますよね、あるよね、なんか、うん、この人の声は聞き心地がいいみたいな、ありますあります、そんな感じ、え好きになる人の、うん、そのなんか基準の中に、うん、あの項目基準の中に声はありますか、うん、声いい人がいいな、できたらあわよくば、でも声で好きになるは、まあんまないよ、まあ、ただ声が良かったらなおいいよねっていう感じ、どういう人がタイプなんですか、どういう人がタイプ、見た目見た目見た目、見た目はでも自分より身長大きかったらちょっと嬉しいかな、あーそれはあります、ちなみに身長は、私は165、166以上の男性だったらギリギリ攻めたね6、いや別に彼氏募集とかしてないからねなんかの圧線え他にはありますか、身長、まあ、自分より高かったら嬉しいなぐらいで、うんうん、でも別に低くても付き合ったりとかはしたことあるよ全然、ただ身長、まあ、自分よりあったら、ほらヒールとか履くとき気使わなくてさ、だからちょっと嬉しいかなっていうのとか、それはあります、あとそうだね、あ誰に対しても思いやりがある人がいい、例えばなんか、うん、彼女だけに優しくするとかだったらちょっと冷めちゃう、うん、あそれはちょっと確かに、あは嫌だ、自分だけに優しくしてほしい、かいい、あそうなんです、いや、 やっぱ人それぞれなんだね、そういう人と付き合ったことありますか、誰にでも優しい人、あ基本でも付き合う人はちゃんとみんなに優しい、あれだよほらちゃんとお年寄りとか思いやれるとか、あそれは分かりますけど、そういうなんか例えばじゃ あ一緒にお店行きました、そしたら店員さんに対する態度とかも、うん、あいいっていう人、あそれめっちゃ大事ですよね、そう自分しか見てなくて自分だけ優しくしてもなんだかなって思うし、それでそこで一緒にいたお店で例えばあ美味しかったねご飯ね、うん、ごちそうさまってなっても、例えばお会計の時に態度悪かったら一気にこの楽しい時間が台無しになっちゃうし、そうだからやっぱ思いやりがある人がいいかな、なるほど、
っていう模範解答みたいなのね。正解。正解。でもそうだね、譲れないものはある。譲れない。絶対これがいいみたいな。絶対こうじゃなきゃ嫌だみたいな。条件ですか、好きな、うん、好きになる人。うん、そう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 。いやあんまり考えたことないんですけど。にはない。はい。で結局条件ばばばば言っても、ね、好きになる人とか付き合う人って。うん、全然当てはまってない。当てはまらない。結局そうなんですよ。結局そうなんですよ。人を好きになるから。うんうん、そうだよね。なんかね、好きって言ってくれて好きになるって結構あるからね。うん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 、それが多いかもしれないね。可愛い。それ。なんか、うん、じゃあ、ん？来週ですっけ、バレンタインデーって。ん？あ、今週か。違います、明後日ですよ。明後日。やばい。14日14日、はい。あ、なんか、じゃあ、もしですよ、うん、なんかバレンタインで何かするとしたら、なんかこういうシチュエーションで、なんか好きな人にこう渡したいみたいな。あ、告白ですか。はないですか。想像で、想像で。想像で。ある？想像でですか、うん。好きな芸能人とかでもいいし。芸能人とか。でも、なんかシチュエーションとかある？あー、昔、なんだろう、うん、憧れたのは、うん、この放課後に教室でとかは憧れました、うんうん、あー、かわいい。ちょっと どんな詳しく知りたいそうです。ちょっと今妄想タイムに入ってます、うん、なんか例えば昼のうちに手紙とか書いておくんですよ、うん、ちょっと放課後渡したいものがあるから、うんうんうん、って言って残っててもらって、うん、どこがいいかな。どこでもいいんですけど、うんうんうん、教室とかでもいいですよね、うんうんうん、誰もいない教室、うんうん、はい、一応みんなが帰ったの確認して入ってチョコ渡しながらずっと好きでしたって言ってで抱きしめてほしい。かわいい。抱きしめる。やばい、最後に恥ずかしい。喜んでおります。喜んでおります。最高。何かある？私ですか、うん、そうですね、そうだな、うん、あ、なんか、うん、好きな人がいて、うん、で、あの、今日ちょっとどうしても会いたいんだけどって、うん、何時にどこどこに来れるって、うん、送るじゃないですか、うんうん、これ何送った？今何送った？LINE を LINE 現代的です。 LINE 送って、そしたら向こうから、うん、いやごめん、俺ちょっと今日バイトなんだみたいな、うん、あーみたいな、うん、トゥーンってなるじゃないですか。ってなって、でそれでもうしょぼーんってしながら家に帰ろうとしたら、うん、家の下に、うん、あれみたいな、うん、あ、分かった、今家2階建てだったよ。家の下だからね。あれみたいな、なんでいるの、バイトじゃないのって、その人がいるんですよ。おー、でそれでそれからまさかの私が告白するつもりなのに、うん、向こうから告白、あー、いいねー、いい、何年両思いかよ。そういうテンションなんだ。いいね、そういうテンションがいい。うん、いいね。なるほど。あかりさん何かありますか。振るんだよね。振るんだよね。考える時間めっちゃありましたもん。二人そう振りながらどうしようどうしようってめっちゃ考えてたけど。はい。でもそうだね。この今れいこちゃんが言ったみたいに、うん、なんだろうな。ちょっとこの映画、この短編のやつでやったやつでよかったのが、まず女の子がもうずっと告白の練習してるわけで、なんかずっと幼なじみで好きだった子をこの会社かな、なんかどっかの裏に呼び出すんだよね、うん、でその時に練習しててで言おうとするけど言えなくて、素敵なシャツですねとか、なんか、なんだろう、好きって言えばいいのに、かわいい、すぐ言えなくて、すぐ素敵なシャツだねみたいなっていうのをやって、あ、それはいいなと思って、でこれからの後日談があって、その時は言えないんだよね、で後日彼に呼び出されて、で彼からそう告白されるみたいな、あ、これキュンキュンするな女の子と思って、はい、そういうのいいよね、はい、逆ドッキリ、逆ドッキリ、やっぱそういうのがいいのかな、なんか逆にみたいな、確かに男の人からやっぱり告白してほしいっていうのはあります、きっとみんなあるかも、ね、え、自分から告白しますか。でも私好きになったらすぐ言っちゃうタイプで、人に周りが誰かいるとか関係なく、うんうん、あ、なんか好きなんだよねってかわいい、多分、うん、言っちゃうタイプです、すぐ、このとどめておけないタイプ、うーん。意外ある？
どんな感じ？好きになったら自分もそれですよ。あ、はい、言うんだ。言いますよ。言える子すごいよね。言わないです。あ、でもなんか自分からこうってなったことないから、逆に何だろう、自分からこの好きな人ができたとか羨ましいかもしれない。そう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 、なんか好きって言われて好きになるみたいのが多いから。あ、そうなんですね。なんかこの誰かにずっと恋焦がれてみたいなのがめっちゃ羨ましいって話とか聞いてて思った、はい、逆に好きって言われることないですからね。あるでしょ、あるでしょか。思ってても言えないとかね、実はこのカメラの向こうで思ってた人がいるかもよ。いるのかい。最高だね。もうリラックス。あ、でもバレンタインで一回手作りであげてみたいですね。うん、やっちゃう？ですね。え、誰に？ついに。ついに。誰に？誰かいない？あ、でも友チョコで一回、うん、あのなんだっけ、パ、こんな小さいパイを作って、はい、うん、全部チョコだけど一つだけわさび入り作りました。ロシアンルーレットなんて。そう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 、それです。それ作った。友達とですか？うん、やったんですか。でも、うん、私すっごいバカで、なんかわさび入りのだけ違うリボンにしてたんですよ、うん、そしたらみんな分かるじゃないですか。分かるよ。なんか怪しいって、うん、いや、これだけ特別な人にあげるのかなみたいな、うん、だからみんなそれだけ取らずに、うん、で結局なんか余って、うん、自分食べざるを得ない状況になって一人で家で苦しみながら食べました。食べたんだ。捨てるっていう選択肢もあれにもかかわらず、もったいない、もったいない。何その謎のもったいない精神。わさび入ってんだよ。すいません、ちょっと動きすぎました。はみ出てたみたい。あ、バレンタインって言えばね、はい、あのバレンタインの日に、あ、告知、はい、うん、そうなんですよ、うん、今度あさってですね、あさっての、うん、12時半から5時まで、うん、コザのミュージックタウンの音広場で、OK タウンっていう K-POP のカバーダンスのイベントがあるんですけど、うん、そこでライブをさせていただくことになりました。で、無料でたくさん誰でも見に来れるので、もしお時間あったら来てください。すごい、お待ちしてます。歌うんですか？歌いますよ、うん、韓国語で歌います。うわ、うん、何曲歌うの？2曲歌います。2曲、あれ何時ぐらいに出るとか分かる？私は2時、うん、2時、すみませんね、2時半ぐらい、うん、ぐらい、一応2時半ぐらいの予定なんですけど、この時間巻かれたら、巻かれた分早くなっちゃうし、うん、このイベント自体は何時からだっけ？イベントは12時半から。12時半から、12時半スタートです。12時半に来てください、うん、結構見応えありますよ、うん、結構いっぱい。うん、はい、前回グレイブっていう、あ、そうですね、グレイブの時にちょっとゲストでね出演させていただきまして、はい、今回もねこの OK タウンのやつで、その日ラジオの収録があるんですけど、それが終わってからそう OK タウンに行きたいと思ってて、行ったらそこでまたゲストでちょっと告知などさせていただきます、はい、サランちゃんと。はい、します。では私がスペシャルゲストです。はい、本当に来てよ、待ってます、行ってよ、来てよ、来てください。普通に帰省してますので。あ、そうだね、長崎の方なんですね、うん、はい、うん、そうそうそう、長崎に帰るの？はい、長崎に帰ります。1週間、はい、いいな、おいしいの食べるんだ。あ、もちろん。長崎でこのおすすめとかある、ご飯これだけは食べといて、ちゃんぽん。あ、そうだね、多分長崎ちゃんぽん、そうですよね。あとはカステラとか。そうですね、あ、食べたい。このカステラとかで、ここのカステラが美味しいよとかあるの？あります。お、ありますか？だから、ザラメが好きな方は偉人堂のカステラを。偉人堂、偉人堂、偉人堂、偉人堂要チェックですね。でも一番美味しいのは、うん、文明堂。あ、文明堂、あ、よく聞くね。聞いたことあります。美味しいです。ザラメが好きな人は偉人堂。オーソドックスなので一番美味しいのは文明堂。なんかぜひバレンタインデーにカステラはいかがでしょうか。これ買いに行かなきゃいけないんじゃない？長崎の人、長崎の人限定。じゃあ、いつから帰るんだっけ？明日です。明日か。明日なんだ、ちょうど。明日から1週間。じゃあ、あれ、この長崎の時でこの好きだった人と
ばったり会う可能性もなきにしもあらない。あ、ないんだ。ないんだ。ないです。ないのか。え、あれはちょっとこの弱そうで守ってあげたい男の子は。いやーないですね。長崎広いですもん。そうか、沖縄と違うか。沖縄狭いよね。沖縄狭いです。だってなんか南部の人が北部とかに遊びに来て、あっみたいな。ありますよね。あります、あります。私もあった。なんか最近昨日この八重岳に行ったんだよね。八重岳ってわかる？わかんないです。北部のなんか桜がいっぱい咲いてるところで八重岳っていうところがあるんだけど、うん、そこで那覇のお友達と行ったんだよね、うん、そしたらこの車でブーンって山登りながら、うん、あの桜見に行くんだけど、登ってる最中なんかこの、あの途中で、うん、そうそう車で登ってるのね、はい、登ってる最中道中でこのファミリーが写真撮ってんだよ、家族写真、はい、そしたらその友達が待って友達がいるっつって、声かけて、おー、なんとかーっつって、おー、あっちもびっくりするじゃん。うん、南部の人がこの北部で友達と出会うとか。すごい。偶然も結構起きるよね。はい、すごい。なんかある？沖縄ですか？うん、そうそう。あ、でもなんか友達と一緒に遊んでたら、うん、なんか、なんだっけ たまたま相席になったりとかした人で、うん、なんかどうもみたいになって、うん、どこどこ何中ですかみたいな、うん、どこどこ中です、え、何々ちゃん知ってますかって、うん、え、知ってます知ってますみたいな、え、もしかして同い年ですか、うん、あ、同い、あ、おーみたいな感じで、沖縄の人って一度なんか中学校の名前とか高校の名前を共有したらもうそれだけでネットワーク、うんうん、広がる、広がる、広がる、めっちゃ広がった、めっちゃ広がった、広がります、広がります。なんかそのおかげで自分高校の名前とか中学校の名前とかめっちゃ覚えました、うん、あ、ですか、すごい、確かに。例えば何中何校、那覇国、那覇国際レジェンド那覇国、那覇国際高校、そうです、うん、那覇国とか、うん、いや、それが有名どこですよね、中部商業、北部農林、お、すごい、北部まで攻めてる、すごいあ、北部にもお友達いるの今。あ、なんか、うん、後輩でいたんですよ。そう、北部の。そっか、この大学でね。そうなんですよ。そうそうそう。なるほどね。とこが来てるから。うん。でもなんかいいですよね。なんか沖縄ね、うん、ね、もう友達なんかいっぱい、わーいって感じ。そうだね。いいね。はい、そっか。今はあれだよね。レコちゃんは大学生なんだよね。はい、大学は留大だよね。はい。そう、留大でこの。何か、はい、英語を英語を学んでおります。彼女全然ダメ大丈夫、そう言っていけるから将来的にどうしたいとか、そういう未来像みたいのある？長崎で観光業に就きたいです。長崎に貢献したい。おー、いいね、すごいすごい何かアピール。長崎の人見てくれる。ああ、でも多分あれね、ちゃんとシェアしたら、ね、多分見てくれる、見てくれるはず、うん、長崎のこの観光業界の人見てください。お願いしますお仕事ください。サラちゃんは何かこの将来像っていうか、うん、将来今韓国で歌手になりたいので、うんうんうん、そのために今オーディションをこれから受けるんですけど、うん、その準備中です、ね、すごい、準備中、そのために今このお仕事頑張って、うん、今お金貯めてんだよね。お金貯めて貯金して、うん、それから貯金して、うん、お金貯まったらこの事務所なりなんなり、うん、はい、オーディション受けて、うん、ちなみにどこの事務所？あ、もういろいろ受けようかなって思って、すごい、どこの人がこの見てくれるかって分かんないので、うん、いいね、はい、受け入れてくれたところに行きます。すごい。この歌としては、はい、なんか路線ってどうしたいとかあるの？歌の、うん、種類でもいいし、うん、なんか将来的になんかどんな感じで活躍していきたいとか。あ、うん、今一応一回、うん、韓国に行くんですけど、うんうんうん、それ発声方法とかダンスを学びたくて行くので、うん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 、もうじゃあ歌って踊れるシンガー？そうです。で、うん、学んできて、うん、韓国で一回デビューしたいんですけど、うん、その後また日本でもデビューできたらいいなって思う。まずは大好きな韓国で。はい。すごい。日本でデビューして韓国じゃなくて、韓国でデビューして日本に帰って。逆輸入だ。逆輸入。逆輸入。いいね。逆輸入。すごいよね。すごい、今韓国語も頑張ってて、結構ペラペラなんですよ。すごいですよ。ペラペラまではいかないです。すごいです。自己紹介してみたら。あー。やっちゃえ。こんにちは、さなぎみにだ。かわいい。じゃあねー。春日でゴシパさ
열심히연습하고있습니다잘부탁드려요かわいい和訳お願いしますこんにちは、サランです、うん、なんて言いましたか知らないよあの韓国語知らないからわかんないよ、教えたくても歌手になりたくて、一生懸命練習頑張ってます、うんうん、えらいよろしくお願いしますって言いましたすごい素晴らしい。レコちゃん英語で言っとく？マジで。待って、本当に最近韓国語しか勉強してないんで、英語全然喋ってないですよ。英語勉強する。じゃあ韓国語で勉強する？終わっていいよ。終わった。今自分からあの墓穴掘ってったからね。なんか好きな方、英語でも韓国語でも。わかりました。両方ミックスしてもいいよ。わかりました。Hello, my name is Reiko. you know, now I'm here. Yeah. 和訳していいですか？はい。大体わかる。こんにちは。私はレイコです。私は今ここにいます。Yeah. で、あかりさんが最後に私はもう日本語しか喋れないんであかりさんのじゃあ今後のなんか将来像とか将来像、うん、そうだね、うん、今、まあ、モデルとかタレント今頑張ってるんだけど、うん、まあね6キロ増えちゃったからねとりあえずまあ減量してだってモデルっていうの恥ずかしいじゃんどこが本当にね人間は背中からねでも本当に、まあ後で写真見せるね前の痩せてる時のわかりました、まあ、見ただからまずは減量してでちゃんとなんだろうな、まあ、モデルとしても活動して頑張っていきたいし、うんまあ、ラジオもそのまま頑張りたいし、うん、あと結婚式の司会とかもやってみたいなって思う、うん、あやってほしい結婚式じゃあ結婚する時司会させてねなんかさめっちゃパートナー探さなきゃ探してね探してくださいあれだよ結婚式レコちゃんするんだったら私司会して、はい、ほら私歌います歌ってほしい歌います最高やっちゃおう歌います逆にあのサランちゃんがあの結婚式するときは、はいまあ、司会してあと友人代表か何かするやばい英語でスピーチするあやばいやばい、 やばい結婚式潰れるでもなんか楽しいねうん OK じゃあそんな感じで、うん、はいじゃあもう第1回目何か言い残すことないですか大丈夫ですか皆さんはい来年のバレンタイン頑張りますイエイ頑張ろうありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました